扉間比重はバランスを考えて分配するこれに対する読者の反応を見ていくぜ。風は懐事情を考えて四角だけなのはまだしも、クラマだけで他の国と同じくらいだろ判断になるってやっぱクラマやばくないか？比重玉対決の時は他が弱体化してたとかでクラマ抜きん出てないとは言われてるけど、クラマはそもそも2分の1な上に初めての比重化に加えてリンクも万全じゃないのに互角だったし。まあ卑劣様だし。やばいくらい強いからこそ手元に残す卑劣様の名采配。1割くらいラッキーって気持ちがありそう。というかただでもとか言っては柱間が比重集めたとかさらっと言われててやっぱやべえよこいつ。まあ神数千手出せば九尾ですら一方的にボコボコにできるから。伝説のポケモンをポッポ感覚で捕獲する男柱間。クラマに対しての野放しにしておけない発言がなんとも微妙な感じになりそう。野放しにして触れないようにしておくのが比重とその後の人中力にとって幸せだったよね。この葉に9、雲が2と8、岩が4と5、霧に3、砂に1、他の比重はどんな配分だっけ?6は霧で7はどっかの里が滝が暮れに打ったんじゃない？当時は滝がそれなりに強かったから7は滝に渡った。比重配ったのに関しては失敗な気もするけど、比重を配るということでの里同士の外交交渉だから仕方ないか。まあいつまでも柱間扉間がいるわけじゃないし、こうしてこの葉の里は独占せず皆さんと分かち合いますよ、話し合っていきますよというポーズが必要だろう。比重全部抱えてて周り威圧して従わせてもその比重が暴走したりして何かあった時に周りから助けてもらえなくなる。ただこの辺の政策って比重サイドからしたらクソもいいところだろうな。完全に人間の都合で自分たちが同行されてるわけだし。その辺、柱間も扉間も比重の力の部分ばかりを見てたというか。良くも悪くも比重を力として扱い、子としては扱ってないんだよな。比重の気持ちはないものとされてる。大の木がまだらに襲われた際に柱間殿と話が違うって怒ってるから。たざとに比重分配した時点ではこの葉は比重なしになってるぞ。九尾はまだらが捕獲するまでは雲隠れの近くで野生でいて雲隠れが捕獲しようとしてたって本編で言われてる。そういや金さん銀さんがいたな。国土がほぼ砂漠で生産力低い上にもらった比重も1尾だけって風の国結構大変だな。砂は四角を自力で捕獲してる。多分1尾だけ名前呼びなのは比重分配に絡んでないから。代わりに奪うメリットが薄いから里に直接攻めてくるのは少なそう。まあサソリの里帰りが本編であったんだけども。一尾はもらったんじゃなくて自分たちで確保してる。そんで確かこの階段の時に他の里から、比重はいらないから、比重買い取る価格の3割うちにくれって言って取引してたよ。砂はあれだけやってたガーラが2年で里をさやるほど人材なんなのが心配。立場を与えて人中力の暴走を抑止しようって考えはあるんだろうけど、あとお父様が4、ガーラが5で空白期間はどうしたのかは気になる。均等に分配したところでやろうと思えば柱間が全部制圧できるんだから均等もクソもないわな。比重の分配よりおかげ階段っていう枠組みができたことの方が重要な気がする。まあそれが第一の目的よね。比重は斧の本数イコールチャクラ量が多いほど単純な術で少ないほど種類が増えるんだっけ。そんな設定はないはず。陸道仙人呼ぶのに九尾が必要。わしが現世に行く条件がやっと整ったとか曖昧なことしか言ってなかった印象だけど方法ちゃんと言ってたのね。もしかしたらここでポップしてきた可能性はあるのか。こんなタイミングで陸道おじいちゃん出てきたらさすがに何このクソデカ観音ってびっくりするのかな。あとその場合柱間がクラマ触った状態でマダラが柱間の肉もぐもぐしてることに。もし初代風影が比重の割り当てを拒否しなかったら七尾も砂が暮れに渡っていたのかな。結構この辺の政治の話しっかりしてるよな。やっぱり柱間ってバランスブレーカーだな。しかし柱間細胞を分配すべきって米見かけた時は笑った。その細胞適応しないと死ぬんだけど。さらっと流されてるけど、他の比重たちは縄張りにいるところを柱間に駆られたってことだよな。里どころかそれぞれの一族同士で最後の一人まで殲滅戦をし合っていた時代からすれば、むちゃくちゃ大きな進歩なんだよな。陸道仙人が条件として九尾って言ってるのは、9つの比重たちをまとめて九尾って呼んでると思われる。その前に十尾のって言ってから言い直してるし、あと陸道仙人なら九尾じゃなくてクラマって呼ぶだろう。九体の比重を指しての発言よね。羽衣は尾の数で絶対呼ばないだろうし。比重たちが狩られたのってマダラが遠因じゃないか？多分。
マダラが九尾を引き連れて里を襲う。対処できたけどいつまでも柱間がいるわけではない。他にもいる美獣がこうやって悪用されたり暴れられたりしたら大変。先に捕まえてどこが何を管理しているか把握して相互監視しよう。という流れじゃないかな。陸道仙人相手にそういうのもっと早く言ってくださいよ。してる卑劣様はいつ見てもなんとなく笑っちゃう。このシーンに関してはただでもなんて発言してる柱間が 100% ずれてるわ。外交能力がなさすぎるし、里のトップがこれじゃ弟があんな性格になるのも納得。柱間、仲良くしたいしただでも。猜疑心マックスで深読みするとただでも問題ない。いざとなっても勝てるでもあながち間違いでもないという。陸道仙人の言う世の安寧と均衡のための美獣であって戦争の兵器のためのものではないってどの範囲までの扱いなんだろうな。柱間と扉間が美獣バランスを考えて美獣を分配までは良しとするのか。その先の人中力システムやそれを使っての抑止は誤りなのか。結局美獣は戦争の道具に使われて、人中力は里ののけものにされるという最悪の未来になっちゃったけど。九尾からすれば柱間もマダラも同じって見方の時点でやっぱり分配自体から間違いなのかな。兵は利用ではあるけど美獣にとっちゃ力ずくて捕まえられて兵器として売買されて、人中力の中に封印されて迫害されるんだから人間嫌いになるわな。B 様がびっくりするくらい本当にうまくやってる。羽衣とか B さん見てると柱間の美獣を政治の道具にするやり方は間違ってたのかなって。柱間は美獣を一人で倒せるから若いって考えがなかったかもしれない。柱間、美獣がやんちゃする？頭こずいたら一発ぞだはは。二尾の弓とや七尾の風は人に恵まれてたね。まあどっちも人材みたいなコンビに殺されたんだが。ていうか他の連中見ると片っぽクラマがめちゃ性格悪かっただけで。基本人中力と美獣はうまくやってるように思う。ポケモン感覚で捕まえて配分する柱間。お前やっぱ頭おかしいよ。美獣はなんとなく均等に分配していったら配分ミスって最後に近づくにつれ大きく偏ってしまったんじゃって気がする。クラマは半分の状態ですら他5、6匹の合体美獣玉を相殺できるとか。どう考えても陸道仙人チャクラ分配ミスってる。柱間、さてそろそろ美獣の回収に向かうかのう。コキッポキ。よく勘違いされてるけど美獣自体に力関係はないぞ。戦争編の美獣は量産型絶生成にチャクラほぼ取られて、なおかつオビトが無理やり操ってたから本来の力は全く出せてない状態だよ。柱間とビラマ兄弟って政治の理想的コンビだよね。そこにマダラやサルトビサスケもいて、この葉マジでヤバくねと思う。お前の力は兄弟すぎる。九尾も柱間にだけは言われたくないと思う。なんなら1から9が全員協力しても全盛期柱間に勝てそうにないんですが、それは大丈夫なんですかね。俺は完封余裕だけど一般人からしたらお前の力は強大すぎる。だからセーフ。正直言って、柱間がこの葉にいる段階で、バランスもクソもないんじゃないかな。兄者しか扱えない。いつ爆発するかわからない核兵器を高値で売りつけるあたり卑劣。